はい、レオンチャンネルです。ガシャポンアバトロギアに関して、これちょっと勘違いされてる方も多いと思うんだけど、今プレ版で05が回せるんですよ、オンラインガシャポン限定で。なんだけどそれはプレ版限定アイテムではなくって、10月にちゃんと普通に一般販売されます。とはいえ僕も勘違いしてて、これオンライン限定なのかと思って、つい最近03が一般発売して、それコンプセット買ったんだけど、でガシャポンブログの方に今後のラインナップっていう記事がアップされて、04が全8種類で出るんだって。レア枠のメインメンバー系、何気にまだ全員揃ってないんですよね。ドントラボルトだったりとか、追加メンバー系もありながら、アルターとかレア枠、激レンジャー、カーレンジャーといって、で細かいラインナップが載ってますが、これ05ガシャポンアバタローギア05 10月発売予定で、あちなみに04は8月発売予定で来月来るそうです。2ヶ月空いて10月に05が来るんだけど、これがすでにオンラインガシャポンで弾けるのよ。こんな感じでプレ版にもうページがあるんですよね。10連1回200円で10連で2000円みたいな。でこれ10月到着なんだけど、まあまあ期間空くし、これもしかしてプレ版限定アイテムなのかと僕も思ってたんだけど、ここに普通に全国で10月発売を予定してますと記載がありますね。ですが10月まで待ちきれないよ、そんな方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。でガシャポンオンラインで併売受注が決定しました。ただお届けは10月なんで結局変わんないっすよね。10月の店頭販売に先駆けて、ワクワク感を味わいたい方、要はガシャポンを回すワクワク感を味わいたい方だけ買ってねみたいな。まあ別に一般発売してからでも全然いいと思うんだけど、ただラインナップがパトレン X ここにあるんですよね。でビートバスターもいて、ここで記事のさんが来ますから、やっとレア枠の5人が全員揃うと。個人的に待ってたゴセイジャーね。でバトルフィーバー J とかチェンジマン、オーレンなんかもラインナップされます。アバタローギアね、なかなかね全部揃わないんですよね。去年の戦隊ギアってもう夏ぐらいにコンプセットが公式から確かダイキャストのやつがもう受注開始になって、集める必要もうないじゃんみたいな感じだったけど、アバタローギアはねちょっとずつラインナップが揃ってく楽しみがなかなかある。ただ意外と発売遅いよね。本当に1年かけて全部揃えるって形かな。じゃあせっかくなんで10連引いて終わりにしようか。この05ね、あえて10連引こう。でレア枠が出るかどうか、僕今のところ自力で出してないよね。コンプセット買っちゃってるからさ。意外とアバタローギアって安くコンプセット買えるんだよね。お届けに先行して全国のカプセル自動販売機で販売される可能性ございます。だいたい月末発送とかだから、こっちの方が到着遅い可能性もありますよね。まあいっか、余分にあってもいいし。あ、送料かかりませんね。もう単純な200円かける10回で2000円。いきまーす。レア枠は金とかあるかな。トン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 、あーレアないっぽい。レアはないっぽいね。はい、はい、パトレン X。 あ、パトレン X。 おいおい、ダメだろそれは。あ、いや、いいね、ゴセイジャー。あ、ビートバスター。あ、ゴセイジャー。お、ちょっと、どうなってんだよ、排出。あー、よかったー。バトルフィーバー J。バトルフィーバー J。ちょ、待って、チェンジマン、ラインナップなんだっけ？あとチェンジマンだったっけ？全然種類出てなくない？ 1 種類、2種類、3種類。4種類しか出てねえ。ラインナップ全7種類だもんね。チェンジマンとオーレンジャー出なかったし。こういう罠があるのでお気をつけください。一応リンクは貼っておきますので、せめてレア枠以外は1枚ずつぐらい欲しかったかな。以上、レオンチャンネルでした。